はい、どうもありがとうです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画のテーマなんですけれども、下手な運転ランキングトップ3ということで、下手な運転、危険な運転の特徴の中で上位3位をランキングとしてみました。まずは第3位の発表です。第3位は、右左折の際に曲がる方向と反対方向に膨らんでから右折または左折を始める乗用車ですね。通常乗用車というのは日本の道路を走る上で振り出しということを行う必要性はほとんどありません。例えば極端に狭い路地に入るときや、車1台分の幅しかない駐車場に頭から突っ込むときなどは、反対方向に一度振ってから車の角度をつけて進入するというようなことは行う必要がある場合もあるんですが、通常の走行の場面でですね、曲がる方向と反対方向に車を振り出すというような変な癖がついている運転をされている方というのがたまに見受けられますね。主に高齢のドライバーに多い特徴とも言えるんですけれども、こういった不用意な振り出しというのは自分の後方を走行している自転車やバイクを巻き込む可能性もありますし、左右を走行している自分と並走状態の車に対し非常に大きな脅威を与えることになります。こういった曲がる方向と反対方向に膨らむというような運転動作は、周囲の交通を巻き込んだ重大な事故に発展する可能性があるので、絶対にやってはいけない行為の一つと言えます。特に大型トラックと並走している状態の乗用車にこの振り出し行動を行われますと、大型トラックの方としては非常に大きな脅威となります。こちらに接触する可能性を考慮して急制動を行い、車間距離を空ける必要が生じたり、その急制動によって荷物が破損したり、また後続の車が追突する原因になったりというようなことで大きな事故に発展する可能性があります。自分の運転動作が周囲の交通に対してどのような影響を与えているのかというようなことを客観的に分析しながら運転する必要がありますね。続いて第2位の発表です。第2位はミラーを畳んだまま走行している車ですね。これは田舎に行くと非常に多いんですけれども、自分の車のミラー、つまりサイドミラーを畳んだ状態で一般道を走行している自動車のことです。自分で運転していてサイドミラーで安全確認を行っていないので、ミラーが閉じたままであってもその車の走行をやめずに平然と運転ができてしまっているものと思われます。こういったサイドミラーを閉じたままの運転というのは周囲の交通に対し非常に大きな脅威をもたらします。並走するバイクや自転車等を巻き込んだまま右左折を開始したり、逆に後方の安全確認を全く行わないまま進路変更を行うことによって他の車両と衝突するというような危険性も考えられます。またこういったサイドミラーを畳んでいるドライバーに限って躊躇することなく右左折を行って普通に運転しているというような状況も多く見受けられますね。こういったドライバーのことを危険感受性が低いドライバーということができます。自分の運転が周囲に対しどのような脅威を与えているかというようなことが客観的に分析できていないので、安全に対する危険意識、また危機意識というのが極端に低いというのが特徴の一つとして挙げられます。サイドミラーを畳んだままの走行というのは周囲の交通に対し重大な事故を招く原因になりますので、絶対に行わないようにしてください。続いて栄えある第1位の発表です。第1位はウインカーを出さない、またはウインカーを出すタイミングが極端に遅い自動車です。こちらも稀に見受けられるんですけれども、自分の曲がる進路の方に対しウインカー動作を行わない、またウインカー動作を行うも曲がる直前になってウインカーを出す、または右左折と同時にウインカーを出すというような車です。ウインカーというのは周囲の交通に対し自分の車がどちらに曲がるのかというようなことを示すために必要な意思表示のためのツールとなっています。このウインカーの動作が遅いということは後続車に対し自分の右左折のタイミングをギリギリまで知らせることができませんので、追突事故の原因になったり、また左右を並走するバイクや自転車を巻き込んだ交通事故に発展する可能性が非常に高いです。またトラック等が後方走行している場合は直前にウインカーを出されますと、その右左折の動作で前方の車が減速した際に追突する原因になりますので、非常に危険な結果をもたらします。大型トラックというのは重いもので25トンを超え、大型トレーラー等になりますと35トンを超えるものというものも存在します。そういった大型の車に後方から追突された場合、ガソリンタンクが変形し燃料が漏れ出すことによって炎上し容易に死亡することになりますので、絶対に行ってはならない動作の一つです。ウインカー動作は確実に
自社が曲がる30メーター手前から行うというようなことを徹底して、周囲の交通に対して自分の右左折の動作を事前に知らせるというような意味合いをきちんと理解した上で動作をする必要がありますね。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらで以上になります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。今回は運転が下手なドライバーの特徴トップ3ということで3つのポイントについて動画にしてまとめさせていただきました。もう一度ご自身の運転を見直してみていただいて、また自分の周囲でこういった運転を行っている方がいたら注意をしていただくことによってその危険性を削ぎ落とすことができると思いますので、ぜひ参考にしていただければと考えております。それではまた次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。おやすみなさーい。